どうも、柳妻ゴルフ TV プロゴルファーの柳妻です。今回はですね、東京クラシッククラブで、ちょっとですね、撮影してるんですけれども、実は、じゃん、ドライバー変えるかもですというところで、これ新しいピンの G430 っていうのが去年出たのかな、年末に新しく発売されたモデルで、僕この前のモデルのピン、G425 っていうのを打ったことあったんですけど、打ったことあって、で、シーズン中に使うことはなかったんですけど、なんでこの G435 今、430今持ってるかというと、これが出たタイミングで、大体僕クラブフリーなんで、結構ドライバー選びって敏感にやってて、で、まず最初に新しいドライバーが出ると契約選手に話を聞くんですよ。テーラーならテーラー、ピンならピンっていうふうに。で、この G430 の、を使ってるピンの契約選手の評判がめちゃくちゃ良くて、とにかくみんな声揃えてるのが、とりあえず飛ぶと。で、でも実際今の時代、そんなにこうクラブが変わったから急に距離が伸びるっていうのはあんま聞かないんですけど、あまりにも、その契約選手の評価が高かったので、実際にちょっと興味を持って、もう東さん絶対使った方がいいと、クラブフリーだったら使った方がいいって言われて、ちょっと頼んだのがようやく届いたので、ちょっと紹介したいなと思うんですけど、まずね、僕、ちょっと練習で打ったんですけど、一番感じたのは音ですね。前作のね、G425 っていうのは 結構練習、去年の動画とかでも一昨年かな、上がってると思うんですけど、非常にこう直進性が高くていいドライバーだったんですけど、音がね、カポッ、結構高い音がして、もうそこだけ唯一こう自分の中であんまり好きじゃないポイントだったんですね。それがこの G430 はですね、もう打球の音がかなり良くなって心地いい感じで、変なこう金属音というか、そういうものがなくなったっていうのが、僕が打った感じの感想で、もう一つ、これ僕ユーティリティハイブリッドのクラブも G430 に去年変えたんですけど、同じようにこの、なんですかね、ヘッドに上の部分にこういうマークができたんですね。で、これがですね、結構やっぱり小顔効果があって、こう構えた時にすごいこうシャープに見えるっていうか、構えやすさをかなり感じて、で、今、1月ですけど、とりあえず、今シーズン、この G430 を軸にドライバー選びをしていきたいなっていうところがあるので、今日はちょっとその、実はコースでまだ打ったことがなくて、実際に打ってみて、それこそ打感とかね、飛び方とかを、僕なりに、ちょっとこう皆さんに紹介していきたいなというところがあるので、早速東京クラシック1番ホール行ってみようかなと思います。で、結構僕いつも言ってないんですけど、こうシャフトですね。シャフトを紹介してくれって言われてて、僕の使ってるシャフトは基本的にこの、長いプロゴルフ人生でこの三菱ケミカルのシャフトが多いです。で、今はこのディアマナの GT60X っていうのは、60g の X シャフト。最近はこのディアマナのが多いですね。で、長さは45インチ。で、この新しい、このディアマナの GT60X っていうのは、結構その、シャフトがこうグラデーションになってて、グラデーションになってんのかな？なってて、構えた感じ、すごいこう、なんて、45インチなんですけど、ちょっと短めに見えて、見た目もグレーと黒でかっこいい感じなんで、すごい最近気に入ってよく使ってます。早速行ってみようと思うんですけど、やっぱりね、このしつこいけど、このマークのおかげでだいぶ構えやすい、気持ちいいですね。ちょっと行ってみたいと思います。
うん、やっぱり音がとにかく良くなった。打感と耳から入ってくる音が相当いいです。あのこの飛距離っていうのはね、ちょっとまだあのシーズンオフですし、直接そんなにまだ打ってないんで感じてないんですけど、とにかく構えた感じと音が良くなったので、僕の中ではこのピンの新しい G430 っていうのは425から比べると評価は爆上がりです。もう一個あったわ、ここになんかピン G430LST って入っていて、これ多分もう一種類ぐらいあるのかな、なんか頼んだら送られてきたのが LST だったっていう、市販と同じだと思う。9度市販と同じだと思いますよ。今1番ホールで実際に、打ってみて、球筋も球も綺麗で距離も結構出てたんですけど、まあ、ほぼ初めてコースで自分のタイトリストのねボールを使ってみて思った感想を言うと、すごいやっぱり前作と同じように直進性は高いですね。でスピン量が結構ちょっとかな、ちょっと少ないなっていう気がします。それも踏まえてちょっと自分の中でスピン多くなるような感じで打ってみて、どういう球なのかちょっと見たいと思います。顔はですね、まあ、あんまりねその425と比べてこう劇的にこう顔の形が変わったっていうのはないんですけど、やっぱり構えやすくなりましたね。おお、いい。これはねピンの宣伝でも何でもないんですけど、結構いいっすね。とりあえず今のところエース昇格っていう。早いっすね。早い。まあでもちょっとこの後ね試したいドライバーも実はあるんですよ。それもですね自分の手元に届き次第、まあ、随時紹介していきたいなと思うので、またクラブはですねあのアイアンにしてもウェッジにしても、まあ、パターにしても、ちょっとこれから自分がこういろんなプロから聞いて、まあ、いいなっていう評判のものをですねなんとか手に入れて、紹介していきたいなと思います。僕が大体ねこうキャディバッグにこう忍ばせる時っていうのは、まあ、プロのまず契約プロの評判がいいクラブがほとんどなんで、まあ、このオノフのアイアンに関してはねあの自分がちょっと最初にたどり着いたんですけど、まあ、このピンのユーティリティも含め、まあ、ドライバーも含め、この3番ウッドもねプロギアの3番ウッドもやっぱり契約選手の評判がかなり良かったっていうところが強いので、まあ、そういうこうクラブをできるだけ皆さんに紹介していきたいなというふうに思ってますので、また楽しみにしてください。今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どんどんコメント欄にですねやってほしいことを書いていただければもう随時いろんなことにトライしていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録とですね通知もオンにしていただいて次回もお楽しみにしてください。